知らないよっていう人も多いと思うんで、今日覚えてくれたら嬉しいです。お願いします。MC 何話したらいいか分かんないんですけど、最近行ったライブの話っていうことをちょっとアドバイスいただいたんで話すんですけどめっちゃ緊張してる。この前母校の文化祭に行ってきまして、私の学校 の、 フォークソング部は3年生の9月に引退だったんで、
みんな勉強とかもしないといけない中、一生懸命後輩が頑張って最後引退してるのを見てってなりました、ね、なんか本当にもう高校生っていうのはなんであんなにもうキラキラしてるんですかね。なんか自分が去年とか先輩たちがわあ高校生みたいな言ってくるのを見て、いや年変わらんやんみたいな、自分らもそうやったやんって思ったんですけど、ちょっと行ってみたら本当に本当に良かったなって思って、いや高校生はもういいですね、戻れないですけど、まだちょっとまだユニバかディズニーぐらいだったら制服着てね、ちょっとまだいけるんじゃないかと思ってます。じゃあ、うん、大学生になっちゃったんですけど、頑張るんでこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。